やあ、せつなケースだよ。武器に願いよ。I hope the 武器。ほわ。英文が出たらダメ。よっしゃ、7日目行くぜ。まずは、多分寝たらあれなんだろうか。それともなんか、ここいうところに、入金するとかある。これはただ貯金なだけやけん、借金とは関係ないんだろうと思う。そうです。借金を払う時が来たのです。しかし、借金の払い方のシステムっていうのがわかりません。いや、多分、ここを出て寝ようとした時に、おい、払ってもらわんかったら困るなぁとか言うて、おっさんが来るんだろうかな、わからん。やってみよう。おい、ちょっと寝たで。寝たで。寝たで。寝たけどいけるんか。6日目の夜って言おったやん。6日目の夜なのにもう寝てしまったやん。7日目の朝でもいいんか。え、なんなん。それで、払うチャンスあった？それで、払ってないからお前終わりとか言われてもちょっとさ、納得できんけど、払い方わからんのやけど。なんかあるかな？ああ、今度は貝とか腰っつうか。毎日おるな。だいたい見たことあるもんばっかやな。なんか名前の方で、ノブオって地味なやつが、リード、チャッチル、講師、ノブオ。ああ、13人だけか。285のダメージ。まあ、あんだけしか売れんかったらそうなる。あ、借金を返済しただけで。手続きとか必要ないんやな。とりあえず勝手に引き落とされてくれるパターンのやつなんやな。なんかの口座みたいな感じになってるね。口座とかないのに。てか入金してないのに。てか寝とる間に奪っていた感じになったんやけど。だってベッドに着いたもん。借金取りの人何勝手に寝とる間にお金で取っていったんだな。ぴったし取っていったならまあいいけどさ。ようわからんシステムだね。はい。今回はそうですよ。やばいんすよ。売るもんたくさんある。中でもナイトソードですよ。これが目玉。一番奥に置いとったろ。夫人としては、さっきサラマンドソード行こうか。特にどっちでも、この3つのうちだったらどれでもいいんやけど、サラマンドソードで行こう。赤好きなんだ。でもって、ロングソード、槍1本しかないんやけん、このまま打ちまおうの感じで、槍置いといて、これで行こう。まあ、手前から安いもんで、奥に目玉商品を置く感じで行きますよ。ナイトソードですよ。やっぱ、甲冑着とるやつが買いに来るんだろうな。ナイトの名にふさわしいような人物が来てくれることを心から歓迎するよ。なんかおかしいこと言ってる。ナイト来いや、ナイト、騎士や。ほら、お。全然槍っぽいイメージない子が槍買っていった。まあいいんやけど、槍全滅っていうか、全滅って言ってあかんな。全部売り切れた。で、やった！サラマンドソード。属性付きがちょっと早い感じで売れた。次、フリーズブレード。こんな、ナイトというか、勇者、本真の勇者みたいなビジュアルの人に聞きたいんやけど、そういう真の勇者にとっては、こういうところはレベル低いって思われとんかな。簡単に U ターンされた。なんか、こんぞ。で、U ターンの頻度も、わあこいつナイトかってやつが、ナイトソード買っていった。むしろこいつの方がナイトソード使えそうだった。あナイトソードの方が売り気。ナイトソード売り気よかった。もっと作ろうこれ。こんなに売れ行きになったらもっと作るかな。ナイトソード。ものの20秒ぐらいで2本とも売れてしまったまだ。嘘やろ。もうちょいギリギリのところで1本売れるんかなと思った。なんか簡単に売れてしまった。売り上げめっちゃ上がった。すご。我らがナイトソード、レベル高えわ。
属性付きもそこそこ売れよる気がするもんな。バスタードソード、ロングソードでいこう。ロングソードをメインに見せびらかして、奥の属性付きを売らせるぐらいの感じでいきたい。ナイトソードもっと作っとってもよかったんか。あんだけ高かったらさすがになかなか買ってくれんイメージがあったもんな。なんで海賊風情かサラマンドソード買っていきよんだ。わからん。お客さんの差別になるけどわからん。ロングソード。わからんやな。こういう見た目とお客の買っていくもんのなんかギャップっていうのがすごいな、このゲーム。いやいや別にいいやけど、買ってくれるんだったら別にいいやけど。これで終わり。これやっぱ最高記録さらに更新したんちゃう。文句なしで更新じゃ。3万いった。終わった。総数的には最大じゃないんじゃ。それにもかかわらずこんだけ売り上げがある。なぜかナイトソード2本売れたし、属性付きもそこそこ売れたし、これですよ。わあ。だからこそ高い、ていうか能力の高い武器を売るにはロマンがあるんですよ。こういうジャイアントキリングっていうかな、ね、意味合ってない、意味合ってない。けど本当すごいな、3万超えたよ。これはナイトソードで魔王をぶった切る時代が近いぞ。ナイトソードすごいな。まずはここから依頼状況。おお、完了済みが4つも。ん？引き受け人がギルドに来なかったため記録なし。まあしょうがない。なんか徳川家康ってなんかやばい説明欄があったもんな。うん、あんなあったら時間かかってもしょうがないし。まさかギルドに来なかったためってことは魂やられた。魂をやられてしまったパターンなんじゃ。それじゃあ3日、あと3日ってあるけど3日後にも来ない理由、来ない可能性があるぞ。やっぱ徳川家康失敗しましたみたいな。さすが江戸幕府の初代将軍やで。江戸幕府切り開いただけのことはあるで。怖いわ。依頼品。オリハルコン、ミスリル、ダマスカス、これ、こうって読むんかわからんけど、鋼ダマスカスコウ。早く、ダマスカスコウって、早口言葉になっとんで、ダマスカスコウ、ダマスカスコウ、ダマスカスコウ、あ、言えたし。滑舌悪いの言えたし。それじゃあ、早口言葉とは言わんな。俺、滑舌悪いのに言えてしまった。依頼しよう。さて、依頼しようにも、何も持ってなかった。依頼しないもんあった。俺でも所持金がやばいな。まだ使う目処がないけん、あえて頼まずに置いておこう。頼みすぎて使わんもん、頼みすぎてもしょうがないもんな。いつ使えるようになるかわからんしな。とりあえず今回は当たり前やけど、鉱材が何もなければ何もできないなんで、30個買っとこう。ああ、イッシーも。大量生産パターンで行きたいところなんやけど、実はお金の問題があるんですわ。だからちょっと抑えめ、気持ち増やすぐらいの方がいいんかな。まあこんなもんが。こいつは多分一緒だろうな。こいつ別のこと喋ってくれんのかな、こいつは。あ、生産の話しよるわ。で、クレーム？やっぱり、クレームばっかやん。おい、じいさん。これの、ハゲ取るじいさん。お前の店なんか曰くつきとかそういうんじゃないだろうな。うん。そんな気がしてならねえな、俺としては。おさんどう？調査中？あ、わかったわかった、頑張れよ。で、お姉さんはいらっしゃいませ。でしょうね。もう大体わかった。お前、すぐにクビになると思うよ。いらっしゃいませしか言わんもん。マニュアル通りに漂いようだけじゃダメですよ、この時代は。指示待ち人間って言うんですよ、そういうのは。おじいさん、今回は何の話してくれるんですか。
なかなかシャルルの話面白かったもん。シャルルがまさか拳で語り合うと思わんかったもんな。大好きだったおじいさんはもう動かない。シャルルの話まだ続いとんでないか。大好きだったおじいさんはもう動かないで、なんかの歌にあったぞ。今はもう動かない的なやつ。時計じゃなくておじいさんの方が動かんようになったやな。うん、シャルルは目が熱くなりました。そして一筋の涙が流れ、悲しいという心を知りました。しかし心を知ったのに喜べません。おじいさんがどんなに自分を待ち望んでいたか、おじいさんがどれだけ自分を愛していたか、心を知ってしまったため痛いほどよく分かってしまったのです。5時になってる。分かってしまったのですってなんな。初めて聞いたよ。分かってしまったんじゃなくて、分かってしまった。分かったしまった。シャルル編完結かなこれで。いや、その日からというものっていうんで、明日シャルル編の完結、本当の完結がありそうな気がするけどさ。とにかくシャルルもようやく拳で語り合うことは間違いだと気づいたわけね。このおっさんがお金の話ばっかりしよう話になって、うん、借金の人だろ、お前に借りてなんかちょっと損した感があるもん、やめときます、お前の言ってることは何の話か分かりません、提示した数と仲介ギルドの依頼数がぴったり合えばやりたい、うん、どうですか、頑張れ。で、また会いますよ、お前。最近、出現の頻度多ないか。しかも、売るもんが毎回同じでないか。次は頼むって言うて、他に誰もおらんかったけど、俺を目指してきとんでないか。完全に俺、かもられとんでないか。こいつならいけるだろう、いつかはいけるだろうぐらいの。おりゃはるこは間に合ってます。依頼したにもかかわらず、全然使ってないもんね。さて、どうすっかな、とりあえずだ、数見とこう、数ロングソードはとりあえず作っておかなあかんやつやん。金不足ちゃうわ、鉱材不足やっちまった。鉱材少なすぎたかな。あー、完全に鉱材少なすぎた感がある。あー、鉱材がなければ何にもできないな。ちょっと違う番が来たな。鉱材買い、か、ちょっと買わなすぎて、ちょっと作る数少ない。そんな派生版作らんでもいいのに。15本にしとこ。バスターのソード、今、2本しかないんか。鉱材切れた。ちょっと待って、鉱材そんなに、鉱材切れまくったんすか。鉱材切れた。俺そんなに作ったか。鉱材なくなってる。嘘、鉱材、俺15個しか買わんかったっけ。買わなすぎり、お金がないもん。もっと売れてほしかったね。いや、結構収入あったけどさ、俺のミスで招いた赤字やけどさ、まさかそうなるとは思わんかったな。どうしよう。ロングソードが30本もあれば十分、20本ぐらいでも十分な気がするな。ロングソード、バスタードソードに何本か終わって、あと属性付きを、いや属性付きは作っておきたいな。ナイトソード作れる？あ、作れるわ。ナイトソードは作っておきたい。1本でもいいから作っておきたいです。ウーツも買っとかないかんのに。ああ、ウーツが欲しいけどお金が、やべえ、あのお金が全てって言った人の言葉が今になってわかる気がしてくる。くそー。あー、でもこれはサラモンソードとか属性付きのやつはあれやわ、意志がある分だけ存分に作ってもいい感じだろう。あ、でもロングソードの数が減ってしまうんやけど、
あーでもいけるか。もう前回まで作ってしまえのパターンでいこう。属性好きの剣をメインに立てていくか。あでもだロングソード19本だろ。バスタードソードも作らなあかん。あ、素材がないんだった。素材がないんだったわ。ならもう属性的なやつをフルに使ってそれらをメインに打っていくという。やべ、バスタードソード1本って、バスタードソードサイトがやるぐらいなのに、それでファン獲得したかもしれんのに、バスタードソードがないとは何事じゃってなるよ、お客さんとしては。それ目当てに来たんですけどみたいな、来たんですけどみたいな。とりあえずさ、ここら辺の上級なやつはルーンソードってやつがいつ出てくるか分からんけど、それがこんかったら作れんわけやけん。まあレシピに名前が載っただけって感じやん。まだ今の俺には未熟だから作れませんソードやもんなああとりあえず今日はここまでしかやることないでしょう。明日ちょっと厳しいかもしれない。ナイトソード一本ある。属性付きの剣ばっか多くあってしまうという状況になってしまう。ちょっとこれは微妙やな。属性付きたくさん買ってくれる人が多いんだったら儲けれるけど、こういうちょっと安い系の武器をポンポン買っていく人ばっかだったらアウトやな。ナイトソード一本は売れてくれると思うんやけどな。ただ騎士じゃないやつが買っていたな感はある。いや、いいやけどさ。とりあえず7日目終了。1週間経ったで。とうとう鍛冶屋ゴリゴリの開店してから1周年ですよ1周年ちゃうわ。1週間の時は1周周年、1周周年、なんか居心悪いな。まあいいか。とにかく1週間経ってしまったよ。いや、ちょっと待って。1日も休みなかったな。労働基準法的にあれなんか、休みぐらい一つ、一日ぐらいあってくれていいんちゃう。自営業に休みなしって言葉があるんか、もしかして。まあ、しょうがないでしょう。はい。というわけで今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。週上げ。